田尻天満宮琴平神社、奥宮琴平神社は、愛知県豊橋市にある神社である。神門は、丸金。境内には由緒を別にする、岩田八満宮も鎮座する。寛永四年、吉田城主、松平主導之助忠都市の命により、当地田尻村の開発が行われた際、法院前立なる僧が同七年この地に、源立寺を改装し、鎮守として、 寺内北隣にコンピラ神を勘定し一社を建てた。文化、文政の頃から昭和初期まで、三河、東東海、駿河に至るまで多くの数計を集め、再例日ともなれば村民はもとより金号十数里、四方より三景者が絶えなかったという。コンピラご掃除人役長の完成6年11月の初めには、今度両者御年ご掃除の儀につけ村中相談の上、 毎月昨日、10日、15日、28日の前日、ご総事兵にご当名台湾世税までご金化非正、夕一組三人当て当番ご金非正長面下し燃え、ご総化非正以上と見える、両者権限とは、三州から三河へ誕生した、社の意。明治初年神仏分離により、社地をそのまま独立の一社とし、社名を、琴平神社と改め、 大物主審を祭人と仰いだ。同四年社格制定の際は、漏れて、無格者となった。大正十三年一月本殿をはじめ拝殿。社務所に至るまで社殿を一新した。例祭は四月第一日曜日に採用される。前日の宵い祭りでは、地元有志で結成される、田尻一座の歌舞伎、芝居等が演じられる。ありがとうございます。